皆さんこんにちは、バニーパパです。今日はですね、5月5日子どもの日ということで、一応ですね、天候にもこのように恵まれてですね、私の長男坊でありますこのバーニーとですね、お気に入りのオープンカーで、ちょっと、ドライブを楽しんでいるという感じなんですけれどもね。一応私の長男坊はこのようにちょっとですね、寝ている感じ、くつろいでいる感じなんですけれども、一応今日は5月5日この日らしく、このように鯉のぼりをですねちょっとあしらってみました。一応ですね、バーニーはですね、このように犬なんですけれどね、一応私の意識の中では、血を分けたですね、実の子供と、何ら変わらない、本当の、私の子供であると、そういうですね、やはり思いで、いつもですね一緒に暮らしているわけなんですね。実際ワンちゃんとですね、生活ね、一つ屋根の下で生活を共にしてですね、そしていろいろ楽しみを共有したりしている、人にとってはですね、もう同じ気持ちでいらっしゃる方が多いとは思うんですけれども、やはりですね、犬というのは本当に飼い主にとかですね、その家族に尽くす生き物でして、やはりその人間の子供ね、血を分けた実の子供っていうのもやはりそれはそれで、当然脈々、ね、人類がやはり生き物として脈々と受け継いできた、やはりそのね、素晴らしいやはりものもあるんですけれども、ただですね、当然のことながら、いつかはですね、親元からですね、自立して独立と、やはりちょっとそういうことを繰り返してきているわけなんですけれども、そんな中にあってですね、犬というのはですね、人間の自分のと比べると平均してですね、非常に短い命なわけで、どちらかというと一生ですね、その飼い主の、ね、家族、子供として、終えると、そういうですね、ちょっと儚いといえば、儚いですね、立場にある、そういうですね、生き物なわけなんです。やはりそういうのをですね、知れば知るほど、実際の生活を通してですね、知れば知るほど、やはり本当にですね、実の子供と何ら変わらない、ややもすればですね、その本当に親元を離れてね、その独立するということがない生き物がゆえにですね、やはり一生その親を頼るしかない生き物、そういうね、やっぱりそういう立場の生き物ですから、やはりそのような立場の生き物をですね、やはりどうしてもこう一生可愛いと思い続けるというのはやはり自然な気持ちであるというふうに私は思います。多分ね、多くの、ね、ワンちゃんを飼っている多くの方々も私と同じようなやはりね気持ちになるんじゃないかなっていうふうにはね、思うんですけれども、やはりそういった中でですね、バーニーズマウンテンドッグのこのバーニーはですね、平均寿命が、8年とか9年とか言われている、短いですね、どちらかというと短い命の生き物なんですけれども、やはり思いはですね、一生私の子供であるというようなですね、やはり気持ちで、あるということなので、バーニーは8歳のおじいちゃん犬なんですけどね、やはり、5月5日子供の日、今日はですね、精神的にはまだまだバーニーはね、もう一生通して子供だという思いでですね、今までのですね、このバーニーのですね、健やかな成長をですね、感謝するとともに、これからもですね、もうあとどのぐらい一緒にですね、いてくれるかはわからないですけれども、これからもですね、この精神的な、健やかさをですね、
ますますの精神的な健やかさをですね、願って、このようにですね、鯉のぼりをですね、まあ、車にですね、ちょっと立てて、まあ、今日一日ですね、いろいろまた、楽しみたいなというふうにですね、思って、おります。とりあえず、ドライブを終えて、まあ、ちょっと短めのドライブだったんですけどね、バーニーとの子供の日のドライブから、車を降りまして、今はですね、いつものお気に入りの街大須に来ています。ありがとう。なんか犬を飼ってるの？いや、もう昔飼ってたね。今昔飼ってた。この間たまたまこれ2頭見て、昨日。あ、本当に、うん、なかなか珍しいよね、うん、小型犬が多いから。かわいい。本当？ありがとう。ありがとう。バニー君、バニー君、バニー君、そうだよ、バニだからバニー君バーグそうだよバニー君バニー君早く左そうだよってみますか。いいですよ。どうぞどうぞ。大将、オス、メス、男の子。パニツはあれ。そうだよ。どうも。かわいい。どうかな。どういうこと。ポテトのあとポテです。Thank you.
くん、それだけ。とりあえずですね、今回は、お気に入りの店の一つ、ゼンチーのですね、トラットリア、移動式のですね、これ、まあ、いろいろ本格的な、イタリアンの料理を提供してくれるそういったお店なんですけれども、そこのゼンチーのですね、トラットリアゼンチーノで、バーニーと一緒にお食事をしたいと思います。見ました。え、どこで？ホームページのバーニーとゼンチーノ、ああ、ありがとうございます。もうありがとうございます。お客さんもめっちゃ見てます。あ、マジですか？なんかゼンチーノってやると、結構前の方にページレームの中にバーニーとゼンチーノ、あ、そうですか、出てきて、いやー、お客さんも見てます。今ね、くつろいでます、これでも、はい、あんま恥ずかしいことできないな。ちょっとくつろいでますんで、はいはい、辛さどうしましょう。辛いのが好きでしたっけ？あー、それではですね、前回